皆さんこんにちは。こんにちは。千葉県警察少年センターです。隣にいるのは千葉県警察マスコットキャラクターシーポックです。今日は皆さんと一緒に違法薬物の危険性について学んでいきたいと思います。はい、皆さんが薬物犯罪の被害に遭わないように一緒に考えていきましょう。ケル、皆さんこんにちは。千葉県警察少年センターです。これから薬物乱用防止教室を始めます。違法薬物の危険性について一緒に学んでいきましょう。私たちの身の回りには医療用の薬品や工業用の薬品など生活に役立つ様々な薬物が存在します。しかし今日勉強するのはそういったものではなく、覚醒剤や大麻など法律で使うことや持っていることを禁止されている違法薬物についてになります。また薬物乱用という言葉の意味ですが、違法薬物に関してはたった1回の使用でもそれは薬物乱用になります。そのため回数に関係なく違法薬物は絶対に使用してはいけません。また私たちの身近にある薬物も正しい使い方をしなければ薬物乱用になるのです。例えば薬局で売っていたり病院で処方される風邪薬には1日何回何錠を飲むようにといった用法用量があります。また工業用の薬品も使用上の注意点や適切な使用方法などが説明書に示されています。もしそれらのことを守らずに自分勝手に使用した場合、それは薬物乱用になりますので、身近にある薬物も正しい使い方を守るということを心がけてください。では次に違法薬物の種類について説明します。違法薬物は大きく分けて3つの種類に分けることができます。まず興奮作用のある違法薬物です。これらは脳の中枢神経系を興奮させる作用があるため、使用した場合気分が高揚した状態になります。覚醒剤やコカインがこの種類にあたります。次に抑制作用のある違法薬物です。この種類には脳の中枢神経系の働きを麻痺させる作用があるため、使用すると酔ったような状態になったり眠くなったりぼーっとしたりする作用があります。ヘロイン、シンナー、アヘンがこの種類にあたります。最後に幻覚作用のある違法薬物です。これらを使用すると見えるはずのないものが見えてきたり、聞こえるはずのない音や声が聞こえてきたりします。 LSD、MDMA、大麻はこの種類にあたります。次に危険ドラッグについてです。これまで法律違反ではないという意味合いで合法ハーブ、脱法ハーブと呼ばれてきた違法薬物が平成26年に危険ドラッグという名称に統一されました。これらはインターネット上などでお香、アロマという名目で販売されていることがあり、親しみやすい見た目をしているため覚醒剤などの違法薬物に比べるとあまり抵抗を感じないかもしれません。しかしこの危険ドラッグは覚醒剤や麻薬、大麻の化学構造に似せて作られており、使用すると意識障害、嘔吐、痙攣、呼吸困難を引き起こすなど命を落としかねない危険な状態に陥る可能性があります。そのため興味本位で手にするということは絶対にしないようにしましょう。違法薬物にはどれは安全、どれは危険といった差は一切ありません。どの種類であってもたった1回の使用で死に至る可能性が十分にあります。親しみやすい見た目や
甘い誘い文句に騙されないように気をつけましょう。違法薬物はこれらの法律でそれぞれ使用、所持、購入、譲り受け等が禁止されています。違反すると覚醒剤で10年以下、 MDMA で7年以下、大麻で5年以下の懲役という重い処罰を受けることになります。ではなぜ違法薬物はこのように厳しい取り締まりがされているのでしょうか。それは大きく分けて2つの危険性があるからなのです。まず1つ目の危険性は、違法薬物を使用すると私たちの体や精神が破壊されてしまうということです。図を見ての通り、違法薬物を使用した場合、私たちの体にとって何一ついいことは起こりません。内臓や血管、神経がボロボロになり、血圧上昇、脳血管疾患、心疾患、肝機能障害等の発症のほか、注射器の使い回しによる様々な病気の発症や皮膚の損傷が起こります。そしてこのようなあらゆる悪影響の中でも最も恐ろしいと言えるのが、私たちの大切な脳が破壊されることなのです。脳は私たちが生きる上で非常に重要な役割を果たしています。脳には血液脳関門というバリア機構があり、これによって脳にとって必要な物質だけを脳内に取り入れ、不必要な物質は排除される仕組みになっています。しかし違法薬物はこの血液脳関門を突破するため、直接脳の中枢神経系に刺激を与えます。その結果脳が異常をきたし、自分自身や社会にとってさまざまな悪影響を及ぼすことになるのです。ちなみに一度破壊された脳は二度と元に戻ることはありません。違法薬物によって脳が刺激されると、妄想や幻覚、幻聴といった症状が現れます。例えば自分は警察に尾行されているのではないか、家の中に誰かが隠れているのではないかといった強い不安を覚えたり、他人が自分の悪口を言っているような幻聴に襲われたりすることがあります。また皮膚の下を虫が這い回っているような感覚や、壁や天井から人の顔が浮き出ているような幻覚が見えたりすることもあり、こういった症状から精神錯乱を起こし犯罪行為に至る場合があります。これまで日本国内でも薬物乱用者による様々な犯罪が発生してきました。違法薬物を使用し車を運転したことで交通事故を起こしたり、妄想によって殺人や放火を起こしたという事件もあります。また中には薬物を買うお金欲しさに窃盗や売春といった犯罪を起こす人もいます。違法薬物の乱用は薬物乱用者本人だけの問題では済まされず、その家族や友人、周囲の人たち、さらには社会全体に対して様々な悪影響を及ぼす結果となるのです。次に薬物の危険性の2つ目です。違法薬物には依存性と耐性があります。違法薬物を使用し自分の意思でやめることができなくなってしまうことを依存性と言います。依存性がどのように形成されるのか、その仕組みについて説明します。まず違法薬物を何らかの方法で体内に取り込みます。すると先ほども説明した通り、違法薬物は直接脳の中枢神経系に刺激を与えます。その結果一時的に快感や幸福感を得られますが、その効果は長い時間持続せず、やがて禁断症状という非常に激しい苦痛に襲われます。そしてこの禁断症状の苦しみから逃れるために再度違法薬物を求めるようになっていきます。このようにして悪循環に陥り、
自分の意思では違法薬物の使用をやめられなくなってしまうのです。また違法薬物には耐性があります。はじめは少量で効いていた違法薬物も使用しているうちに体が慣れてくるため、だんだんと使用する量や回数が増えていきます。そうするとますます違法薬物をやめることは困難となります。このような理由から、違法薬物は最初の1回を絶対にやらないということが大切なのです。もし薬物乱用者が違法薬物の使用をやめて長期間普通の生活を送れたとしても、飲酒や寝不足、ストレスなどをきっかけに突然妄想や幻覚、幻聴が再発することがあります。これをフラッシュバックと言います。このフラッシュバックが起こった時、その苦痛から逃れるために再び違法薬物を使用してしまう人が多くいます。薬物犯罪の再犯率が高いのは、こういったことが背景にあるからなのです。このように非常に危険性の高い違法薬物ですが、残念ながら未成年者であっても手を染めてしまう人がいます。違法薬物を使用したきっかけとして最も多かったのが、友人や先輩の誘いを断れなかったという理由でした。皆さんはどうですか？もし仲のいい友達やお世話になっている先輩から違法薬物に誘われた場合、はっきりと断ることができるでしょうか？ここでもし違法薬物に誘われた時にどう断ればよいかのポイントについてお話しします。まずはっきりと自分はやらないということを相手に伝えましょう。法律違反だからやりません、体に悪いから結構ですなど、何か理由をつけるのもいいと思います。自分の命や人生に関わることなので、勇気を持って断りましょう。誘いを断った後はすぐにその場を離れてください。これも、習い事の時間だから帰るね、向こうで親が待っているので失礼しますなど、何か理由をつけるといいかもしれません。そしてその場から離れた後は、必ず悪いことに誘われたということについて大人に相談をしてください。怖いことや不安なことがあった時には、保護者の方、学校の先生に話をしてほしいと思います。最後に、違法薬物から自分を守るためにどうしたらよいかという話をします。まず皆さんには日頃から身の回りのルールを守って生活するということを心がけてほしいと思います。例えば学校の校則、家庭内での約束事など、皆さんの周りには様々なルールがあると思います。それらを守らずにいると悪い人から目をつけられ、違法薬物に誘われやすくなってしまいます。そのため身近なルールを意識して生活するようにしましょう。その他にも、夜の繁華街といった危険な場所や、普段から悪いことばかりしている人には近づかないということも大切です。もしそういった場所や人に近づきそうになってしまった場合には、早めに離れるようにしましょう。そしてもし何か悩みや不安なことがある場合には、それを一人で抱え込まず、保護者の方、学校の先生など周りの大人に相談をしてほしいと思います。もちろん警察でも相談に乗ることができます。ネガティブな気持ちをため込まず、日頃から周りの人とのコミュニケーションを大切にして生活してほしいと思います。以上で薬物乱用防止教室を終わります。皆さんが違法薬物とは無縁の楽しく有意義な人生を送ってくれることを願っています。皆さん、いかがでしたか？覚醒剤などは持っているだけでも重大な犯罪になることや、強い依存性があり、一度使うとやめたくてもやめられなくなる、とても恐ろしいものであることを学びました。どうか皆さんには日頃から身の回りのルールを守ることを心がけ、薬物犯罪に巻き込まれない生活を送ってほしいと思います。これで
千葉県警察少年センターによる薬物乱用防止教室を終わります。けれっ。